はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ポケモン BW2 ランダム対戦第10回目始めていきたいと思います。まあ10回目ということで、まあなんていうか区切りがいいですね。まあ皆さんのおかげで10回目まで来ることができました。本当にありがとうございます。はい、まあじゃあ先にこちらのパーティーを紹介したいと思います。こちらのパーティーはウソッキー、ライボルト、ギャラドス、ラプラス、ドンカラス、ハリテヤマです。ウソッキーとラプラスは新しく育てて、で残りの4匹はまあ今まで出てきた子ですね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。それでは対戦相手の方が見つかるまでカットしたいと思います。対戦相手見つかりました。ウイタクさん、対戦よろしくお願いします。好きな女の子は電磁砲です。ニョロットのキングドラ、ボルトロス、テラキオン、ハッサム、ウルガモスです。そうか、ニョロットのキングドラ、アメパか。どうしよっかな、ギャラドス行ってみようか。でまあライボル島がいないと、あでもな、どうしよう、ドンカラス、まあハリテヤマ、ギャラドス、ドンカラス、ハリテヤマでいきたいと思います。はい、それではウイタクさん、対戦よろしくお願いします。ウルガモスか。うわ、色違いだ。はい、このギャラドスは性格せっかちの、攻撃と素早さぶりです。で持ち物は気合のたすきで、技構成アクアテール、氷の牙、ジタバタ、竜の舞です。第 5回目くらいに紹介した子です。はい、なんだろうな。とりあえず竜の舞、引っ込めるか。ニョロトノか。うお、ブルーのニョロトノ。どうしよっかな。まあいいや、もう一回竜の前積みます。なんかご了承してきてくれ、頼む。アンコール、ドロポンプを受けられるやつはいないな。もう一回、レートビームか。じゃあハリテヤマに、あ、これはどうなのかな、耐えるのかな。あ、厳しいかも。
よしよし。ジタバタ行きます。頼む、落としてくれ。タスキかな。タスキだったら泣けるんだが。あ、ゴツメ。あっぶな。あっぶねえ。でも俺先生技で死んじゃうだろ。ウルガモスは先生技あったっけ。ちょっとよくわかんないです。育てたことないので。とりあえずジタバタします。あ、コウさん、ウィタクさん対戦ありがとうございました。まあハマればまあ強いですね、ギャラドスね。それでは次の対戦相手の方が見つかるまでカットしたいと思います。対戦相手見つかりました。タルンロールさん対戦よろしくお願いします。砂隠れエレガントです。砂隠れか。あー、ローブシン、ガブリアス、ボルトロス、ルガモス、マンムー、スイ君です。でもなんか砂隠れって感じはしないけどな。なんかサメ肌やだな。なんか多分どうかな。ウソッキー行ってみる。ウソッキードゲンでウソッキー行ってみる、ね。まあ、とりあえずウソッキー出します。でどうかな。これまあ、一応ラプラスいきます。あとはハリテヤマっていいんじゃないかな。ウソッキー、ラプラス、ハリテヤマでいきたいと思います。はい、それではタルンドルさん対戦よろしくお願いします。ボルトロス。はい、このウソッキーは性格意地っ張りの、体力と攻撃ぶりだったかなの、持ち物は、達人の帯です。で、技構成がストーンエッジ、カウンター、不意打ち、冷凍パンチです。まあ、ウソッキー結構好きなポケモンなんで今回育ててみました。可愛いですよね、ウソッキー。まあ、これは素直にストーンエッジ打っていいのかな。ガブリアスが来るのかな。まあちょっと怖いんで冷凍パンチ打ちます。あ、ボルトチェンジか。ガブリアス来てくれ。弾か。あえてウルガモスを出すのか、すごいな。やばいな、蝶の舞か。相手蝶の前はちょっと怖い。どうしよう。やってくるかな。どうかな。蝶の前ほんと怖いんですよね。まあその時はその時だ。不意打ち。あ、通った通った。よしよし。まあ、よかよか、それでいい。うん。それでよか。メザッパーは何だろう。まあ、いいか、ウソッキーお疲れ様。どうしよっかな。ハリテヤマは行っていいのかな。どうなのかな。そもそもウルガモスって何してくんだ。
もなんかウルガモスはあのなんだ部下要員としてでしか使ってないですね。これはなんだ素直にストーンエッジかな。まあいいや、ストーンエッジ打ちます。あ、ダイヤモンド大丈夫。あ、当たんない。ラッキーラッキー。すいません、紹介を忘れてました。このハリテヤマは性格意地っ張りの攻撃と防御ぶりです。で持ち物はゴツゴツメットで、技構成がリベンジ、ストーンエッジ、冷凍パンチ、バレットパンチです。すいません、忘れてました。あ、さっきの大文字はちょっと申し訳ないな。あれで何してくんだこれ。電磁波とかやめてほしいな。電磁波、まあいいや。ストーンエッジ打ちます。メザパー、これはなんだ、飛行。あ、やばいやばいかも。なんだ、あ、ちょっとやばいな。ラプラスいきます。これ10万ボルト耐えんのかな、どうかな。このラプラスは性格陽気の、攻撃と素早さぶりです。で持ち物はお盆の実で、技構成アクアテール、氷の粒で、ドリルライナー、竜の舞です。これドリルライナー当たらないからちょっと嫌だな。でも粒で1回じゃ落ちないと思うんですよ。まあ竜の舞積むしかない。ボルトチェンジか、耐えないかな、どうかな。耐えてくれ。あ、耐えた耐えた、よしよし。でもこれ粒手で落ちんのかな、ボルトロスって。ガブとか来ないかな。来てほしいんだけど来ないよな今は。マンヌか。まあ相手のつぶ手で落ちないだろう多分。まあアクアテール打ちます。倒せるのかな、どうかな。ラプラスは攻撃、ああたすきか。これはまいった、地震か。ああ急所か。はい、タルンドルさん対戦ありがとうございました。はい、それでは対戦相手の方が見つかるまでスカッとしたいと思います。はい、対戦相手見つかりました。まさひろさん対戦よろしくお願いします。潮吹きは好きですか。エルフーン、電子レンジ、電子レンジじゃない、電子レンジロトム、ガブリアス、キノバスター、デスターン、パルシェンです。どうかな。キノバスターじゃない、どうだろう、ライまあでもいけなくはないか、ライボルト。どうしよう。まあドンガラス、ライボルト、あとはまあ いや、ラプラスいきます。ドンカラス、ライボルト、ラプラスでいきたいと思います。
はい、それではまさひろさん、対戦よろしくお願いします。はい、このドンカラスは正確陽気の攻撃と素早さぶりです。で、持ち物は飛行のジュエルで、技構成不意打ちブレイブバードバカジカラ電磁波です。これはなんかどうかな、身代わりとか貼られそうな気がするな。まあいいや、素直にブレイブバード挑発か。危ないな、電磁波打とうとしてた。落ちるかな、これどうだろう。たすきは持たせんのかな、エルフンって。持たせないよな。あ、ゴツメか。お、偉いな、偉いぞ、ドンからすいぞ。あ、そっかそっか、反動か。だからこれ先制技怖いな。ロトムか、なんだトリックか。何してくんだろう。ロトムは抜けないよな。80何かだっけな、ロトムって。あ、なんか不意打ち読まれそうな気がするけど、取っといてもな。あ、ライボルトに交換してもあれか、打ち打ちます。まあ、読まれてもそれはもうしょうがない。あ、読まれたなって。半分いけ。まあ、お疲れ様ドンカです。よくやった。あ、ガブリアスか。ガブリアスはいいぞ。あー、でも、どうしよっかな。これどうだ、ラプラスは耐えんのかな、ガブリアスの攻撃を。怖いな。ガブリアスは多分倒せると思うんですよ。でも相手ロトムがいたしな。まあいいや、ラプラスでいきます。まあ相手が洗濯機ロトムじゃなかっただけよかったな。このラプラスは性格陽気の攻撃と素早さぶりです。で、持ち物はお盆の実で、技構成アクアテール、氷の粒手、ドリルライナー、竜の舞です。まあ、ラプラスも結構好きなポケモンなんで今回育ててみました。まあラプラスっつったら、まあ大体特殊型ね、波乗りとかレイルとか多いと思うんですけど、まあこの子は竜の舞を、竜の舞型です。エッチか。あ、頑張れ、耐えろ。耐えないのか、やばいぞこれ。ライボルト、まあ、ガブリアスは落とせると思うんですよ普通に。問題は、やだなこれ。このライボルトは性格控えめの速攻と素早さぶりです。で、持ち物はこだわりスカーフで、技構成10万ボルト、オーバーヒート、ボルトチェンジ、目覚めるパワー氷です。まあ、目覚め氷。あ、でもこれは結構いいんじゃないか。これでメザパ氷しか打てなくなりました。
頼む、落としてくれ、頼む。あ、急所か。あ、どうなんだ、今の急所どうなんだ、すいません。で、まあ、タスキじゃなかったら落とせると思うんですけど、どうですかね、これ。ネザパ氷乱数だったかな、どうかな。これは運だな、もう。あ、ああ、よしよしよし、偉いぞ。ラボット偉いぞ、よしよし。はい、まさひろさん、対戦ありがとうございました。なんかヒヤヒヤしたな。まあ、はい。まあ今回第10回目ということで、まあ、最初の方にも言いましたけど、10回目まで来れたのも本当にもう皆様のおかげです。もう視聴者様あっての、まあ、動画です。本当に、まあいつも見てくださっている方本当にありがとうございます。まあ、コメントとかもまあ毎回、楽しみに読んでます。本当ありがとうございます。まあこれからもまあ、結構自分下手っていうか、まあなんかなんていうんですかね、まあ、参考になるような動画みたいなにはならないと思うんですけど、まあ、それでもまあなんていうか自由にやっていくという感じで、まあこの動画やってるので、まあよかったら、まあ、これからもよろしくお願いします。はい、それでは第10回目、まあ、ランダム対戦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。